皆様ごきげんよう、カラスマアリスです。今回はゴスカルチャーについて、日本のゴスロリファッションって何なのという軽いお話と、影響を及ぼした欧米のゴスカルチャーについて、ゴスロックやゴスファッションを主軸にお話ししていこうと思います。ゴスという言葉を聞くと、ゴスロリという言葉を思い浮かべる人も多いと思います。 SNS などでたまに目にする素朴な疑問として、ゴシック&ロリータの略称がなんでゴシロリじゃなくゴスロリなのというものがあったりします。答えは簡単、日本語じゃないからです。なぜかというと、ゴシックやゴスはそもそもヨーロッパの文化やサブカルチャーを指す言葉であるからなんですね。つまりゴスロリというのは、欧米由来のゴスカルチャーと日本の可愛いカルチャーの代表格であるロリータファッションがミックスされたものなので、ゴスとロリータは厳密には別物であると考えた方がいいでしょう。また中世のゴシックと呼ばれる建築を舞台としたゴシック小説などの影響を受けてはいますが、民族、そして建築や美術、小説との直接的つながりはありません。これらも別物と考えた方がいいでしょう。なのでゴスロリを中世貴族の装いやヨーロッパの伝統的な装いであると解釈するのも誤りであると言えるでしょう。欧米のゴスカルチャーはミュージックシーンから始まりました。黒人音楽を起源に持つ音楽ジャンルのロックから派生したパンクロック、そしてそこから1970年代に誕生したポストパンクやポジティブパンクと呼ばれるジャンルのうち、ゴシックロックやそこから派生したゴシックメタルと呼ばれるバンドを中心とする音楽ジャンルです。それらは感傷的で野蛮であり、またはどこか冷たくトゲトゲしく不健康で、またはオカルトチックな暗い雰囲気を持っています。またこれらのポジティブパンクと呼ばれる音楽が1980年頃に日本に持ち込まれた際、男性が化粧をしているという点で注目され、ビジュアル系と呼ばれるようになりました。ゴスファッションとは、こうした音楽ジャンルやそのバンドのファンたち、それらの影響を受けたファッションのことを指します。特徴としては、大敗的でオカルト的な神秘性、色で言うと黒、暗黒、恐怖、野蛮さ、悪魔や吸血鬼、さびれた教会や墓地、十字架やドクロなどのモチーフが好まれます。色白で青い肌に目の周りが黒を中心とした不健康な印象のメイクも特徴的ですね。また最近日本では黒ゴスなんて言葉も乱用されているのを見かけるようになりました。ですがゴスファッションの基本は黒なので、これは頭痛が痛いというようなおかしな日本語と言えるでしょう。また日本のゴシックファッションが貴族的であるのに対し、欧米では日本でゴスパンクと呼ばれるようなスタイルに近い、そんなスタイルが基本的です。この基本的なスタイルは、欧米ではトラッドゴス、つまりより伝統的なスタイルであり、そこからロマンチックゴスやビクトリアンゴスなどに派生し、日本に伝わりロリータファッションとミックスされ、ゴシック&ロリータが誕生しました。ゴシックファッションもロリータファッションもその種類は多岐にわたります。黒い服やフリフリした服の総称として、
ゴスロリという言葉を使う人も世の中にはいますが、厳密にはこのミックススタイルを指す言葉であり、ごく一部でしかないんですね。このようにゴスやゴスロリ、ロリータと呼ばれるファッションジャンルは音楽ジャンルの影響も強く、複雑で多岐にわたるものです。そしてまるで生き物のように変化し、植え続け、発展していきます。そのため少し興味があるというだけの人に端的にわかりやすく説明するというのはなかなか難しいことです。そのせいか、端的な説明を求められて、なんとかかんとか説明しても、それをもとに独自解釈を混ぜ込んで拡大解釈をする人が後を絶ちません。これらのサブカルチャーの中に入って一緒に楽しもうという初心者さんはもちろん歓迎されるんですが、本気で取り組む気持ちがないからといって軽んじるような態度は、はっきり言って失礼ですし、そういった態度では余計な圧力を生み、歓迎されることは決してないでしょうね。自分に関係のないジャンルであっても敬意を持って接したいものですね。この動画でゴシックやロリータに興味を持った初心者さんには、ゴシックという言葉の意味や美術や建築などの歴史に触れたこちらの動画をおすすめです。またゴスロリに関する動画もいくつかアップしていますので、合わせてご視聴いただけたら幸いです。このチャンネルではロリータファッションに興味のある方に向けたわかりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。